どうもおはようございます。中田敦です。それでは、昨日のロト6について話したいと思います。昨日のロト6はボーナス合わせて2つ一致してんけど、昨日は、そやな、1桁が1と2出てて、僕は1と2予想してなかったから、その時点でちょっと厳しいかなって思った。案の定、本数字では1つしか一致しなかったから、あと40番台が昨日は全く出なかった。31で終わってるから。だから次ロト6どうかな、40番台出るかどうか。ここ最近の傾向からしたら40番台が結構頻繁に出てるから出そうな感じもすんねんけど、まあまた今日ロト6の予想始めるけど、40番台入れるかどうかちょっと悩むかな。ずっとここ最近外してるけど、でもまあ執念というか、二口でもう予想し続けて絶対にもう当選してやるという執念、もうそれでして絶対に合格当選、そこを目指したいと思います。不可能ではないと思うから、実際当選してる人はいるし、まあ二口で予想してる人ってなかなかいないと思うけど、まあ継続して二口の予想で、それで一等二等、そこを目指したいと思います。かなりその難易度が高いけど、まあ昨日はそこまで荒れてる感じではないけど、やっぱりロト6は数字が多いから、荒れてなくても当選は結構難しいかな。まあ荒れてたらなおさら当選するのは難しいねんけど、荒れてなくてもなかなか当選は難しいな。まあ頑張って、継続予想をして2口でして当選目指したいと思います。それではまた後で動画を撮りたいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。